アイテム番号 SCP-569JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-569JP は内部のコンペイトーをすべて取り出した上で、サイト8181の標準収容ロッカーに施錠して保管します。SCP-569JP を使用して実験を行う場合は、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員2人以上の承認が必要です。説明 SCP-569JP は電球と似た見た目をしています。一般的な電球とは、ガラス部が取り外せる、電球本体にもスイッチがついている、フィラメントがないなどの点で異なります。SCP-569JP は一般的な金属とガラスで生成されています。SCP-569JP は内部にコンペイトーを詰めた状態でスイッチを押す、またはサイズの合った口金にセットしスイッチを押した時に異常性を発揮します。SCP-569JP はスイッチが押されると、内部に詰められたコンペイトーを発光させます。光の色は詰められたコンペイトーの色によって変化し、使用時間に合わせてコンペイトーは消耗していきます。電気によるスイッチで点灯させた場合、内部のコンペイトーは電熱では溶けません。コンペイトーが全て消費された場合は、新しくコンペイトーを詰めることによって再度発光させることができます。基本的にコンペイトーであれば、どの会社の製品でも発光しますが、質が良いほど光量が多くなることがわかっています。どのようにして SCP-569JP がコンペイトーを発光させているかは全くわかっていません。SCP-569JP に入るだけコンペイトーを詰めた場合、どのようなコンペイトーでも連続で120時間ほど点灯させることができます。一度点灯に使用されたコンペイトーは何の問題もなく摂取することができます。SCP-569JP の光は、光を浴びた対象の心的状態を変化させます。効果は光の色によって左右されますが、暖色系の色は対象者を興奮させ、寒色系の色は対象者を悲観的にさせる傾向が見られます。光を浴びた時間が長ければ長いほど効果も長期化しますが、カウンセリングなどによって若干の治療は可能です。実験記録 569JP、A、対象。SCP-569JP、実施方法。SCP-569JP の内部に赤色のコンペイトーのみを詰めて発光させる。結果、SCP-569JP のスイッチを押すと、赤色に発光しました。分析。入れたコンペイトーの色に応じて発光する。実験記録 569JP、B、対象。SCP-569JP、実施方法。SCP-569JP に様々な砂糖でできた菓子を詰めてそれぞれ発光させる。結果、SCP-569JP のスイッチを入れたがいずれも発光せず。分析、コンペイトーでなければ光らない。実験記録 569JP-C、対象、SCP-569JP、実施方法、SCP-569JP の内部に赤色と青色のコンペイトーを詰めて発光させる。結果、SCP-569JP のスイッチを押すと、紫色で発光しました。分析、複数の色を混ぜたら光の色も混ぜられる。実験記録 569JP-D、対象、D-4772、実施方法、SCP-569JP に白色のコンペイトーのみを詰めて発光させ、30分間光を浴びさせる。結果、実験開始5分のち、突如 D-4772 が微笑みながら就寝。SCP-569JP の消灯とともに目覚める。実験後 D-4772 は、突如幸せな気分になって眠くなった、と報告。分析、白色だとリラックス効果があると思われる。実験記録 569JP-E、対象、D-4669、実施方法。SCP-569JP に赤色のコンペイトーのみを詰めて発光させ、30分間光を浴びさせる。結果、D-4669 は実験開始から5分ほどで、外に出せ、と激しく要求。10分後、D-4669 が突如床に崩れ落ちそのまま終了。死因は脳出血。分析、赤色の光だと激しく興奮するようだ。実験記録 569JP-F。対象、D-3845、実施方法、SCP-569JP に青色のコンペイトーのみを詰めて発光させ、30分間光を浴びさせる。結果、
実験開始から5分ほどで D3845 が号泣。7分のち、D3845 が下を噛み切り自殺を図ったため実験終了。即座に処置が行われ1名を取り留めた。D3845 は数週間で会話が可能な状態まで回復し、すべてのことに絶望し死にたいと思った。と報告。分析。青色だと悲観的になるようだ。また回復することが分かった。